してみた。いけるかな。カオス配信だよこれ。来た。なんかポンポンプリいるんだけど。あやなちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。ポンポンプリンだよ。ポンポンプリンだ。かわいいポンポンプリン。みんなこんにちは。こんにちは。あやなちゃん、嫌いなものもちゃんと食べたかな？食べれたよ、ポンポンプリン。えらいね。やばい、死にたい、もう。怖すぎる。しんどいんだけど、これ、私今。ちょっと本当にしんどい。無理。奇跡ですね。いやー、びっくりした。ちょっと本当に恥ずかしいんだけど、ちょっとやめて。聞きつけて。ぜひコラボしたいって。私がエンジ着てるから。ポムポン、しかもなんでポムポンプリン着てんの？なんか、送られてきて。着てほしいって言われたから。これ着てって送られてきたから着きました。ちょっと冷静に見ていることにしよう。冷静に見ないでください。冷静に見ちゃダメ。冷静見ないでください。めっちゃ相性のいいコスプレコラボ。本当に。確かに。かわいいポムポンプリン。あやださん、何？なんで笑ってんの？なんでしてるか聞いていいですか？何？なんで幼稚園児のコスプレしてるか聞いていいですか？しかもよくやってるらしいですね。どういうこと？よくやってるって聞きました。え、コスプレ配信ですか？え、やってない。幼稚園児のコスプレは本当に2回目の2年ぶりぐらいだよ。あ、そうなんですか？はい、ご情報です。それよく、もう違います。ダメだ、みんな。いけないんだ。なんでやってるんですかとか言って。聞かないでください、理由は。言っちゃダメだよ、先生。年のことも言っちゃダメだよ。ああ、本当に面白い。伝説。まさか今日コラボすると思ってなかった。本当に。私も思ってなかったです。ちょうど LINE してたんだよね、今日。そうなんですよ、コラボしましょうって話してたんですよね。コラボ配信しようって話してた。今日とは思ってなかった。あ、そう、制服もよくやっ、確かに制服も、制服もよく着てる。着てますよね。見て。あ、本当だ、セーラー服。ちゃんとある。成長過程をやっぱ。先生から。17歳への。成長過程見れるんですか。そうなの。これは嬉しいな。今はレイちゃんよりだいぶ年下だけど、同い年ぐらいまで成長しようかな。これはすごい。嬉しいですよ、ファンの人。これはすごい。めっちゃ待って。バカにしてる。あ、してないですよ、もう。またバカにしてる。これはすごいって。そんな。あ、やばい。面白い。かわいい演じ。え、何で買うんですか、それ。売ってるんですか？え、コスプレ？うん。これをファンの方にもらった。ねえ。あの、セブ島のショールーム期間の時に、うん、あ、なんかコスプレを、確かに。ファンの方が10着ぐらい送ってくれて。ええー、マジで家にいろいろあるよ。確かに。巫女さんとか、警察官、ナース。え、すごい。とか、いろいろある。シェアじゃないですか。ウィーミーですね。はい。ファンの人も嬉しい。嬉しいよね、みんなね。世界一ハロウィンらしいショーの配信。確かに。フライングですけど。ハロウィンにふさわしい。え、今日 AKB メンバーのほとんどがコスプレしてるって。あ、なんかコスプレウィークみたいな。あ、今週ね。
そうなんだ。でも、あやなさん自ら進んでやってるってこと。はい、やっぱり。ファンの方が喜んでくださることを第一に考えてます。えらい。えらい。ないですか？えらいよ。ありがとう。面白いな。あ、900日タワー。オスカルさん、ありがとうございます。すごい。そう、900日なんですよね。そうなの、今日900日なの。だからコスプレしてるの、お祝いで。確かに900日。900日はすごい。ありがとうございます。2年。3年。3年もいかないか。2年以上やってるんですね。2年以上。多分そう、2年以上か。すごい。2年以上。レイちゃんにチャイナ貸してあげるの忘れないで。そう。レイちゃんにチャイナ貸します。そうなんです。今度レッスンで会うので。もう一回あさってくらいに LINE していただいて。しますします。朝してきます。うん。忘れないでねって。うん。私のところにもコスプレが送られてきそう。あ、嘘。そんな、簡単にしないから。そんな。私は簡単にするよ。私は簡単にそんな。見れると思わない。そうだよね。しない方がいいよ。そうがいいよ、うん、カオス配信してると聞いてきました。間違いない、カオス配信だよ、信だよ、ようこそ。あやなんちゃん何組さん、チューリップ組です。かわいい、チューリップ組だよ。税金対策について教えてってきた。税金対策は、ね、そんな会話してる幼稚園児やだ。税金高いもんね。やだ、そんな。税金対策する幼稚園児。レイちゃん絶対バカにしてるでしょ、だって。はい、絶対してます。してないですよ、これが見たくて来ました。あ、バカにしてますね、これは。してないです。はい、してます。勉強させていただいて。れいちゃん、れいちゃん誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。18歳ですか。はい、18歳になりました。18歳になったんですか。はい、若い。18歳になりました。本当に若い。18歳になりましたってやばいね。本当ですよね。やばい。17歳になりましたもん。自分は若って思いましたけど、18歳も若いんだなって。分かって思いました。分かって思いました。えなさんもまだまだ若い。次26歳なんですけど。若い、分かって思いました今。絶対思ってない。分かって思いました。絶対嫌味がすごいです。いや、いや、そうです、そうですよ。私はまだ3歳です。3歳です。マチャリの17歳を超える人が現れる、はい、3歳来年の1月で4歳になる。4歳になるんだ。あやなちゃん4歳になる。はい、お祝いしてもらわなきゃ。スイマー前も知った4歳。やば、間違いない。この世のことを知った。そんな知らないよ、そんな知らない。これコラボ配信だとなんかさ、美肌モードみたいな、なんかメイクとか取れちゃうの？なんか加工が少なくなっちゃいますね。ね、なんか明るさと滑らかさぐらいしか調節できない。あ、そうなんですよ。つらい、2個しかなくなっちゃった。確かに。26歳で振り切ってるのすごい。
ごめん。そんな分析。分析なんかすごい。すごいって言われたら。すごいって言われると。辛くなっちゃうよ。え？辛い。え？リップしかしてないんですか？リップしかしてない。ええー。やっぱエンジなんで。かわいい。エンジなんでリップだけ。すごい。アナさんってすごい。なんか、なんか違う意味のすごいに聞こえるんだけど全部そう聞こえちゃう全部バカに聞こえちゃ う, うある意味すごいの方のすごいに聞こえる何してるみたいに聞こえちゃうあそっかもう10時以上できるようになったの10時以降えできないんですよあできないんだまだ高校卒業しないとできなくてあそうなんだうんなるほどね18歳でもじゃああと10分じゃんそうなんですあとちょっとしかできなくて10分だスクショサイムしませんしようこの格好ではいじゃあなんかないかななんかないポーズ何がいいですかね何がいいちょっと暗い私の画面別に確かに暗いよね、れいちゃん分かる。ちょっと暗いかもしれない。明るくなるかな。はい。お、え、なります。なった。はい。手持ち。あ、明るい。どこに置こう、ライト。私もそういうのなんか EV があったわ家にすごいポムポムプリンと EV でもよかったな確かにれいちゃんがポムポムプリンで配信してるなんて知らなかったえそんなにいっぱい持ってるんですね本当にいっぱいあるうちの家にコスプレすごいちょっと待ってねうん10時になっちゃうよいしょ。篠崎プロ言われて。篠崎プロ？うん。篠崎プロ。プロ。プレメージ。はい。オッケー。じゃあそれぞれのコンセプトでいきますか最初。それぞれのコンセプト。何？エンジポーズ。どうしたらいい？エンジポーズって何？バブイポーズ？うん、何？わかんない。あ、かわいい。え、かわいい。それ何？先生。え、先生じゃないんですよ、これ。プリンです。プリンになりきり。3歳。え、あやなんさん行きますね。なんかありな気がしてきました。それはそれで。ありな気がしてきました。あ、3歳児がですか。はい。ありがとうございます。ありな気がしていただいてありがとうございます。ありな気がしてきます。最初はなしだと思ったんですか。ファンの人好きですね。確かに。ありとはとか言って。間違いない。ありとは。確かに最初はなしな気がなしだと思ってたんですかそんなことないですけどよりありだと思いましたよりありだと思いましたよりありだと思いありがとうございます先生ポテンシャルが高いんですありがとうございます先生褒めてます確かに褒めてるかも褒めてますよよかった褒めてもらえて大先輩の風格どういうこと？よいしょがうまいプリンって書かれてるよ。よいしょがうまいプリン。
やだそんなプリン。よいしょよいしょ。よいしょやばいから本当。あ、年の顔さ、うん、年の差を全く感じないって。やった。中身は一緒です。確かに。でもやっぱり精神面で同じぐらいだよね。いや本当にそうだと思います。確かに私よく切り抜きされるらしくて、ショールームね。はい。だから多分これも切り抜きされると思います。確かに。え、なんか切り抜いてほしいこと言ってて。大角さん。あ、なおじいさんタワーありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。ありがとう。叶わないです先輩。叶わないっす。でしょ。さすがです。これがキャリアの差ですよ。あ、タワー。メイジさんありがとう。嬉しいよ。さすがすぎて。たまに恥ずかしくなってきた。ウォーターメロンさんもたわ毎日アイドル900日参戦おめでとう。カムサハムニダー。ちょっと辛くなってきた。あ、すずったらうもつはすごい。これたわ2個なんだろう。なんかハロウィンの。ありがとう。ちょっと大人エンジ。大人エンジ。ありがとう。ろうそくのやつたわ2本分。そんなのあるんだ。やばい、レイちゃんあと5分切りました、やばい。あ、ほんとだ。じゃあ最後の挨拶をしなきゃ。最後のご挨拶。ご挨拶。さっきランキングは読んだんですよね、一回切るとき。でもこの、コラボの前に。はい。この配信でも一回、ちょっと読んでもいいですか？どうぞ。ルームだけなんですけど。13位、くまっちょさん。12位、そらみみさん。11位、ハクさん。10位、ツーピースさん。9位、マイタイさん。8位、佐藤俊、アットレイちゃん。ついに、18歳も、と、間もなく2日さん。ありがとう。7位、ミナパマさん。6位、ノリシオさん。5位、ブルーアート台湾さん。4位、マサマサさん。3位、オーヤリンさん。2位、ペコさん。1位、モエモエさんでーす。ありがとう。ありがとう。プリンくんでした。あやなちゃんでした。バイバイ、あやなちゃん。バイバイ。いい子にしてるんだよ。ありがとう。先に寝ちゃうの。バイバイ。夜はまだこれからなのに。早く寝るんだよ、あやなちゃん。なんで私が先に。確かに。先に時間来て切らなきゃいけない先生。ちぐはぐすぎて。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。皆さんありがとう。ありがとうございます。急遽おやすみ。バイバイ。ありがとう。レイちゃん聞いた後どうしよう。バイバイ。さよなら。